プレステ5版、どっから買ったかちょっと振り返ろうかなと思って、今アーカイブ切り替えた。ちょっと画面消します。で、多分問題ないよね。プレステ5版、これ PS4 マインクラフトって書いてあるじゃん。で、これプレステ5、PS5 マインクラフトって書いてあるじゃん。こんな感じで別のソフトなんよ。ただ、プレステ4のマインクラフトを持ってる人は、なんか22円で買えた。なんか知らんけど。どっから行ったんかな？多分、プレステストアから行ったような気がするけど、ちょっと待ってよ。画面消して、なんか関連のゲームみたいなの見れなかったっけ？ちょっと待って、今調べてる。どこだったかな？プレステ4の、バージョン選択ってあるな。この画面出すじゃん。で、こう下行ったこの点点点があって、これクリックして、バージョン選択っていうのがあるわ。で、プレステ4と5で、インストール済みって書いてあるじゃん。で、買ってない場合は、ここインストール済みになってなくって、で、こっから変えたんじゃないんかな。そんな感じだったような気がする。プレステ4版だけ PSVR 対応してんだね。この感じでいけるんじゃない？手順としては、プレステマークボタンを押したら、この画面出てきます。で、プレステ4入れてるんだったら、プレステ4のとこ選んで、下ボタンを押して、ゲームプレイの右側、これをクリックして、バージョン選択。で、プレステ5、これをクリックしたらいいんじゃない？あ、ゲームプレイ。多分ここで買いますかみたいな表示が出ると思う。プレイ時間3時間だから、やっぱ別のソフトとしてなってるね。そう、そんな感じ。じゃあ戻るか。あ、登録しました。ありがとう。じゃあ戻るで。特になければ。どう戻るんだっけ？ ちょっと待って。何これ？まあ、変なとこ入った。ない、えんよ。ちょっと待ってよ。なんか変な説明みたいなの出てきよるから。OK。戻る。じゃあまあ、ちょっと続きやるか。ああ、でもあれだな。一番上にもハーフ置かないと均等になんないのか。この柱みたいなのやりたいときに。ちょっとそこ気持ち悪いね。そこ気持ち悪いな。そこ気持ち悪いな。上やって、あ、まあ、でもそこが天井になるのか。あれ？どうなるんだっけ？これ届かんよね。割と手順が多くなるから、絶対ハーフじゃないといけないみたいな時以外は、あれだね。わざわざハーフにしない方がいいね。結構めんどくさいね、下が。ここ行こっか。向こう落ちないようにしないとな。怖いな。一マス開けてやっとかんといけんから、マジで落ちんようにせんと。
で、こっちで一応届くかな。ここまでかな。一応届くか。あ、問題ないね。で、やって。で、下に降りたいけど。10って結構欲張ったな。割と高いな。でも均等にならないのちょっと嫌だね。で、これってそこの上。ここが天井っていうことになればいいってことか。ここから天井みたいな。ってなってれば、問題はないのか。下がこうだからね。そういうことか。気をつけてください。うん。恐ろしいよね。ちょっと一旦、なんか入れて。どうしようかな。ちょっとなんか感覚で装飾していこうか。で、微調整しようか。下向きがいいな。こうがいいな。この奥向きによってあの柄がこの輪切りの方か側面か違ってくるからね。ちょっと気持ち悪いよね、でもこれ。ピッコロみたい。ドラゴンボールのピッコロの一部みたい。あれ中央に置いたっけ、俺中央に置いたよな。ピッコロ感あるよな。あっちまた10マスでやったから中央偶数になるのか。66か。エンダーマンが蚊帳の外だ。エンダーマンが蚊帳の外。蚊帳の外だけども、ここまで入ってきとんな。やっぱ明るさが重要なのかな。暗いもんね、ここね、ちょっとね。蚊帳の外。で、どっからになるのかな ?1、2、3、4、5、6、7、8だから、1、2、3、4。4のところが中央みたいなノリかな。偶数だったら、まあ、階段にしとこうか。偶数なら、1、2、3、4、5、ん1、2、3、4。1、2、3。あれ ?11 つけとるよね。数え間違えてる。これ1よね。1、2、3、4、5、6、7か。あ、でも10にやったって思う。あ、まあ、ええか、7。7だから、4だから奇数になるから、4だから奇数ってなんかおかしなこと言ってるように見えるけど、4奇数だから中央一マスか。一マス、どうしようかな。一マス、1、2、3、4。ここ中央になるよね。123の123。プルプラブロックとエンドストーンレンガ合わせたような感じにしようか。この壁、
この形の壁がプルプアブロックにもあればいいんだけどね。ここはじゃあちょっと融合した感じでいこうか。プルプアブロックをメインでやるか、なんていうの、割合が難しいよね。どうしようかなと思うね。ミックスする感じでいくか、プルプアブロックのみくらいの感じでいくか。ここは一旦これで閉じるか。下、こういう感じかな。こういう感じよな。怖いな、ここは。これでも伸ばさないと届かんね。あ、ここにつければいいか。力やのめんどくせえな。いずれつくのに。いずれつくからそこはおまけしてくれい。いずれつくからおまけしてくれい。この瞬間怖いよ。あのエンドのさ、シューみたいな終わり方。あれどうにかならんのかな。なんかあのホラー映画でさ、お化けが出る瞬間のシューの感じなんよ。なんか来るみたいな、その気持ちになるから。これってもうちょっとあれだね、ミックスタイプでいくならこの割合をちょっと増やさんといけんね。壁かな、こっちの種類しかないからな、厄介だね。あー、でしかもあれだな、一マス目がさ、へこんでるところから始まるからちょっと気持ちは悪いね。具合は悪いね、どうもね。綺麗な素材なので素敵なのができます。あー、私怖いです。奈落の上になってます。怖いね。中央あたり、あのガラスもせっかくなら使いたいんだよね。このこれね、せっかくなら。っていうかさ、コーラスフラワーのさ成長を妨害したらこれ育たないまま、この状態のままキープできないのかな。どっかで置いて確かめようか。これ成長しなければさ、結構綺麗な素材じゃん。ちょっと実験しよう。ここまあ置くじゃん。で、エンドストーンレンガの上にしか置けないから、でまあそこはまあちょっとしょうがないんだけど、この上に例えば、こういうの置けないんかな？置けるわ。このまま枯れるんかな？ちょっとこれ検証する。このまま枯れるんか、この状態でキープできるんなら柱の一部とかに使えるかなみたいなふうに思ったんだけど、要は成長していくから枯れていくわけじゃん。これでなんか成長せずこのままなら使えるかなみたいなね。じゃあ、あれは試すとして、で例えばこのここの中央とかにさ入れられるとかはいいかなみたいな。でエンドストーンレンガの上には多分置けないと思うから、でも柱だったらさ、ここにあれを入れるとして、これの下側に普通にエンドストーンを入れてたとしても、まあ、隠せるじゃん側面で、結構見えないから、実質なんかそういう使い方できたら面白いなみたいな。もう確かに飾りになりますね。そうそう、使えると面白い。あれ結構綺麗なんだけどね。
使えたら使いたいなみたいな。中央なんかアクセントでなんかこういう声に使うかな、なんか浮くかな。これを使うとして10個あるから、あ、じゃあ足りないのか、足りない、もうちょっと持ってくればよかったな。4、4、4だから2マス分、2個分しかないか。しゃあないか。ここの中央にこれを入れようかな。あー、なんか浮いた感じにしようかな。柱で支えてるけどちょっと浮いてますみたいな、中央あえて抜いて、別に本格的な建物にはしないだろうから、まあ、ちょっと屋根つけるくらいの、壁はないくらいの感じになるかもしれないから、柱の強度は別にええかていうか、まあマイクラだから柱の強度とか関係ないんだけど、やっぱ現実と照らし合わせるとなんか変かなみたいな考えちゃうかな。でこれ一マス開けて、浮いた感じ、神秘的な、あ、でもそれだったら4個くらいあるかな。 C ランタン4個あれば、あ、4個ちょうどあるわ。 C ランタンでやろう。こういうの結構好き、こう中二秒間あるやつなんか前の協調性ワールドの方でも多分やったけど、この浮いてるみたいな中二秒間がたまんないから、浮かせ始める、こういうものは。でこの四方に柱をつけて、謎のパワーがありそうな感じはいいよ。ここにこれをつけまして、どうしようかな、中央ガラスをつけようかなと思ってたけど、完全に浮かそうかな、どうしようかな。ガラスをつけようかと思いましたが、もう一マス外側に出してたらガラスつけても、一マス開けてガラスつけるのはありかなと思うけど、この感じでガラスつけちゃうと浮いてる感は損なわれるな。反対向けの階段、浮いてる感じにしよっかな。よく見たら浮いてますみたいな。ここもない方が、階段つけるか、あえてなくしてという手もあるな。ああ、それかも。階段だと多分横つかないんだよね、これね。
あ、じゃあこれプレステ5がどうとかっていう枠でそのままやってるから切り替えようか。ちょっとここでアーカイブ切り替えとこう。